ね、ひまちゃんももうそろそろおむつを取る練習をしていきます。でおしっこ出なくてもとりあえずトイレに行ったら、こちらじゃん、今日から始めます。ママが書いてくれたオリジナルトイレトレスタンプ、これおトイレ行ったらここに貼ってくれ。パタッ、ひまちゃんさ、あのおトイレしたくなったらおしっこって言うから、パタッ、行ってみ、せーの、おしっこ、もっと大きい声で、おしっこ、そうそうそうはい、ということで完全ね、おむつになるまで頑張ります。ひまちゃん頑張るよ。えいえい、あー、保育園でトイレに行く練習をしていますが、まだまだ完璧ではありません。この動画では自分でトイレに行けるまでの流れやコツなどをお伝えしていきます。はい、おしっこが出なくても便座に座る練習からします。もしこれなかったトイトレポイント1、はい、できなくても絶対に怒らずイライラしないこと。はい、オッケー。じゃあ流してね。出なかった、じゃあ待たせるときさ、行ってよ。分かった。トイトレポイント2、トイレは明るく可愛い雰囲気にして行きやすい環境を作っていきます。はい、じゃあパンダはね、別のやつで買っとくからね。よし、じゃあこれ買いますね。はい、ひまちゃんできたからここにシール貼ってください。子供の楽しみを作ります。今日は3回目行けたから、ここに貼ってください。ここに寄って帰るようにします。シールそこにあるから猫ちゃん持ってるよ。イエーイ、できました。ひまりはシールを貼ることが好きなので、ご褒美はシール貼りにしました。トイトレポイントさん、目標を作ることによって子供も達成感を得られてやる気が出てきます。うん、オッケー、イエイイエーイ、はい、すごいじゃん、イエーイ。違う違う、ここしゅ、すごいじゃん。おトイレができた時は夫婦で大喜びです。すごいね、できるなった。うん、うちで出たね、出てた。トイトレポイント4、褒めることで自信につながり、スムーズにおむつを卒業することができます。ここまで頑張ろうね、ここまで頑張れ頑張れ、ここまでね、頑張ろうね。ひまちゃん、じゃあシール10個いったから、ひまちゃんにこれが届きました、じゃん。ひまちゃん、開けてください、これ。どうぞ、何が入ってるかな。大好きなパンダ。じゃじゃーん、かわいい。すごいじゃん。かわいいじゃん。かわいいね。寝てるね。うれしそうにしくひまり。そう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 。いけた？トイトレポイントをトイレ中に子供の楽しみを作ることにより、トイレをスムーズにします。あ、すごいすごい、消えた。はい、ひまちゃん、これ今日からパンダさんトイレ頑張ろうね。あ、ひまちゃん、おしこした？おしこした？寝る前におしこしないと。寝る前におしっこするという習慣をつけます。パンダさんにお休みしてないし。あ、ひなもおしっこ行ってない。あ、ひなもしてない？じゃあ行こう、みんなで。はい、こんな感じでね、寝る前で朝起きた後、保育園行く前、お風呂行く、お風呂に入る前かっていう感じで、パパとママが声かけをして習慣づけるってことをやってます。ここの20のとこまで来たら、またひまちゃんね、すごいもの来るよ。すっごいもの来るよ。ひまちゃん、今おはよう。おはよう。ひまちゃん、遊んでるとごめんね。朝起きたらどうするんだ。夜ご飯食べる。なんかおトイレ。アナさん、おはようって。はや。出なかったのですが、便座に座れたのでシールを貼ります。トイトレポイント6、結果ではなく家庭を評価してあげる。じゃあひまちゃん、20回行ったからこれ開けてください。どうぞ。じゃーん。かわいい。かわいいね。なんだかんだ嬉しそうなひまり。だって。オッケー。オッケー。また一つおトイレに行く楽しみが増えました。だいぶ進んできて、今はですね、30個目で、次31個目、ここになって。よし、オッケー。今日思わずしてない？夜してない？本当じゃん、してないじゃん。イエーイ。トイトレの効果が出てきました。
ごママ、おしっこ出たよ、ふまたん。おむつも濡れてなかったよ。できたことは夫婦で共有して、喜び褒めたたえます。ふまちゃん、もうそろそろさ、パンダさん見てあげたら。休みの日はリズムが崩れがちなので、こちらからおトイレを促します。はい、パンダさん見てきて。ふまちゃん、おトイレしたらついてる。てる？はい、じゃあパパ見てるね。おトイレ行くばかりだと、はい、子供が嫌になってしまうので、うまく誘導します。出た、行ってよ。出た、出た。はい、はい、オッケー。今日は休みなんですけども、今までね、お出かけの時はおむつを履いて行ってたんですけども、今日は頑張ってパンツでお出かけしましょう。で、お出かけの時も定期的にね、こっちから声をかけてあげないと、おしっこをね、漏らしちゃうことがあるので。トイトレポイントなら、お出かけの時は子供の様子を見ながら、パパとママが声をかけるように気をつける。今ね、帰ってきました。で、今じゃあさ、ちゃんとおしっこって言えたね。何回言えたっけ？そう、2回だね。はい、じゃあ2個さ、シール貼ろうか。うん、じゃあ2個シール貼ろう。ありがとう。夜貼って、次したらね。そうですね。ね。パンツが少し濡れてしまったので、一緒にバケツで洗います。こうやってやったらいいんじゃない？今じゃあ朝起きたら何するんだった？朝起きたらおトイレ行く。そう、おトイレ行く。ようやく習慣化されてきました。じゃあそれ閉めたらおトイレ行く。漏れてるよ。漏れてる？漏れてるの？どれ？あー、間に合わなかった。座る位置が前すぎたみたいです。もうちょっと後ろでしな。後ろで、はい、ねえ、もう重い。出た、出た。おちっこ漏れちゃったけど。漏れちゃったの？ほんと、でも出た。あ、よかった。はいね、今ね、ベビー用ヒーターつきました。じゃあここでね、おパンツを選んでください。レッツゴー。ゴー。これ、これ、ひまちゃん、どれかな。これ、これ。 OK。 あー、間に合わなかったな。しまったな。帰りの車の中でおトイレが間に合いませんでした。道中でね、おしっこおしっこって言って、急遽お味噌に入っておトイレを借りてるんですけど、もう間に合いませんでしたね。しまったなぁ。あ、ひまちゃん、じゃあ、あの、新しく買ったおパンツ履くから。チャンネル登録。ただいま。助けてきたよ。うん。はい、買ってきたって。買ってきたよって。ああ、あれ、かわいい。アンパンマンにしたの？ね、下に。あれ、これ何で2枚しか入ってないの？入っちゃった。入っちゃったの？入っちゃったね。え、待って待って。これさ、男の子用じゃない？え？今じゃこれが良かったもんね。うん、これが良かったの？うん、今ちゃんおしっこって言えたから。うん。ごめんね。今回はちょっとパパ間に合わなかったで。あ、さあ、そこ。はい、オッケー。50個いきました。イエイ。ママに見せようって。見せて。2個目ありました。イエーイ。ひまちゃんすごい。できたね。おピーピー。トイトレ終了少々。ひまちゃんはトイレトレーニングを頑張っておむつからパンツになりました。すごいです。おめでとう。はい、おめでとうございます。で、今は、夜もね、なんとか、おむつじゃなくてパンツで、おねしょも時々してるけど、おねしょシーツで助かってるね、ということです。まあ、夜はもうちょっとかかるけども、昼はもうほぼ完璧なので、この証明書を渡しました。今たおめでとう。おめでとう。イエーイ。じゃあはい。で、トイトレとかはね、やっぱり個人差があるので、まあ、3歳になることもいいかな、ということでね、子供のペースで、ゆっくりやってあげてください。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。頑張りました。ひなもありがとうね。うん。